どうもトロです。今回はものすごく今更すぎるお話になりますが、学園長ディアクローリーとディアソムニア寮寮長マレウスドラコニアの関係についてです。彼らが親子や兄弟なのではないかと思ったことがある方も多いと思いますが、今回はその可能性を少しだけ高めるお話になります。なぜ少しだけなのかというと、ツイステやディズニー映画からではなくて、ツイステで原案を務めるトボスヤナ先生の漫画作品から得た情報だからです。ちなみにその作品というのは、大人気漫画黒しずじを連載される前に短期連載されていたラストブラスターという作品です。はい、そんな感じで今回のお話はツイステやディズニー以外の作品がメインになりますので、そのような考察が苦手な方は動画をねそっとじしてください。ネタバレも満載となりますので、ネタバレ NG の方もそっとじしてください。あと僕のことが嫌いな方もそっとじしてください。はい、それでは早速見ていきましょう。ラストブラスターとは、先ほど少し触れた通りツイステで原案を務めるトボスヤナ先生が大人気漫画黒しずじを連載する前に短期連載していた作品で、単行本は全1巻なのでサクッとね楽しめちゃいます。ジャンルはファンタジーより、人間とヴァンパイアが共存する世界で、ヴァンパイアがヴァンパイアによる犯罪を取り締まる特殊部隊が存在し、世界中から有望なヴァンパイアを集め、その特殊部隊に育て上げる養成機関千年学園が物語の舞台となります。そこの学園でヴァンパイアらしくないヴァンパイアの主人公と転校生の人間が出会い、人間とヴァンパイアが共存する世界を守るために戦うというのが主なあらすじです。ところどころ矢野先生節の効いたお茶目なギャグはあるものの、まあ、ストーリーは基本的に重たいので、まだ読んだことのない方は心の準備を済ませてから読むことをねお勧めします。いや、もうツイステで鍛えられているか。ラストブラスターをご存知の方ならすでにお察しだと思いますが、この作品にはディア・クローリーにめちゃくちゃそっくりな人物が登場します。しかも学園長というね役職まで同じというね、まあ、僕の拙いイラストで申し訳ありませんが、じゃーん、どうでしょうか伝わんないね、伝わんないので、ラストブラスターを購入してご自身で比較してみてください。宣伝しておきましたよ、矢野先生。クローリーとの共通点は、尖った耳や目を隠したマスク、羽のついた肩パッド、ハーネスなど、まあ、外見的特徴以外に、まあ、軽くふざけた口調や言動が目立つ点、世界の様々なことに精通しているという内面的な特徴もところどころ似ています。そんなどこかクローリーと似ている学園長カイン・バーン・エンブリオ、本作の主人公の父親という立場ですが、実の親子ではなくて血のつながりのない養親子です。ディアソムニアが脳裏をよぎった方もいらっしゃるのではないでしょうか。余談ですが、本作はユニーク魔法を彷彿とさせるヴァンパイアが各々持つ特有の能力が登場したり、主人公がその能力を使えなかったりと、ツイステ味を感じることがちらほらあります。まあ、ツイステも異世界設定だったり、もともとヴィランズ学園物語というタイトル案があったくらいなので、ラストブラスターの要素がね自然とツイステにも出ているのかもしれませんね。さて、本題のクローリーとマレウスの関係について見ていきますが、今回はあくまでもラストブラスターとの共通点からの切り口となりますのでご理解ください。まずはマレウスこと角太郎の家族関係を整理しておきましょう。マレウスのおめかしバースデーにて、唯一の肉親であるおばあ様というセリフから、マレウスには両親や兄弟がいないことが判明しています。兄弟はさておき、両親がいない理由は死別、子供を捨てた、消息不明などいくつかの理由が考えられます。次にクローリーですが、作中で妖精族と言及はされていませんが、耳の尖りから妖精族でほぼ間違いないと考えられます。顔立ちや色素の薄い唇、高身長、髪色などがマレウスと似ていることから、一時期は同一人物説もあったくらい、似てますよね。まあ、フェアリー柄でクローリーとマレウスが同一空間に存在していたので、その説はねなくなりましたが、クローリーといえばその名前や衣装、オープニング映像からカラスがモチーフであるのは一目瞭然で、美しき女王を尊敬していたり、4章でリンゴ柄のアロハシャツを着ているなど、様々な点から白雪姫に登場するカラスのレイバンと関係の深いキャラであると考えられてきましたが、2つのキャラに複数のディズニーキャラクターの要素が入っている可能性が高いこともあり、眠れる森の美女のカラスのディアブロの要素も入っていると考えられます。つまりは妖精族かつ眠れる森の美女という共通項、そしてラストブラスターにてクローリー2の学園長とその息子が同じ学園に通っていたことから、クローリーはマレウスの生き別れの肉親である可能性があるかもしれない
ということになります。クローリーの出身地が伏せられていることや、眠れる森の美女のリメイクにあたる実写版マレフィセントでは血のつながりや種族を超えた愛を描いていること、ディアソムニアがそれを継承している可能性が高いことなども根拠と言えるかもしれません。まあ、ただしラストブラスターはディズニー作品ではなく、あくまでもトボス・ヤナ先生の作品であること、また設定資料集に帽子を脱いだクローリーが載っているんですけど、頭から角が生えていないため、まあ微妙っちゃ微妙なところなんですよね。はい。あと余談ですが、ラストブラスターの学園長カイン・バン・エンブリオはバンパイアなんですけど、彼の周りには常にコウモリが飛んでいることから、まあ、クローリーとリリアちゃんがね、肉親の可能性も、少し疑いました。クローリーの趣味が旅、リリアちゃんも一人旅が好きという共通点もありますよね。ただコウモリの天敵はカラスですし、まあ、似てるところもねあんまりないと思うので、まあ、その可能性は低いかなと判断しました。以上、今回はとてもとても薄味だったと思います。まあ、あくまでラストブラスターという作品との共通点からの切り口だったので、まあ、今後別の情報からクローリーとマレウスを掘り下げることができそうなら掘り下げてみようかなと思います。はい、この動画が良かった、今後もツイステに関する動画を見たいという方はね、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。